ハロー、めぐっぺです。今回はめぐっぺが実際の会話の中で、あれ、それあんまりめぐっぺは聞いたことがなかったなと思った表現を紹介したいと思います。それが、pick up、pick up です。p-i-c-k-u-p、pick up です。日本人がピックアップと聞くと思い出すのはおそらく選ぶとかおすすめという意味ではないでしょうか。今月のピックアップとか今週のピックアップとか、まあそういった書き出しをしている雑誌とか番組とか見かけることがあると思うんですが、実はこの選ぶという意味のピックアップは和製英語です。和製英語だったんですね。はい、知っていたでしょうか。めぐっぺ先日出先で結構な人数の外国人の方に出会うことがあったんですが、まあその時にどっからこの人たちは来たのかなと興味を持ちまして、まあたまたま自分の近くを通りすがった人に話しかけたんですよね。で、その人と、まあ、しばらく話をしていたときに、ミグピの英語に対して、Where did you pick up English? というような質問をされたんですけども、ミグピはあまりこのピックアップという表現、聞き慣れなかったので、一瞬ね、何のことというふうに思ってしまったわけなんです。はい。では、このピックアップ、どういう意味があるのかというと、ピックアップは言語技術を習得する、身につけるの意味があります。ピックアップには言語技術を習得する、身につけるという意味があったんですね。めぐっぺ、今まで似たようなことをネイティブの人に質問されることは何回もあったんですが、まあ大体みんな Where did you learn your English? というふうにlearn を使って言われることが多かったです。はい。なので、初めてだったんですね。ピックアップを使って聞かれたのが。はい。だったので、最初は本当ピンとこなかったんですけども、このピックアップは、learn がね、どちらかというと、まあ、教科書なんかを使って計画的に学ぶというようなニュアンスがあるのに対して、気がついたらなんか身についちゃってたというような感じの習得する、身につけるという意味なんですね。はい。で、まあ英語というと一つの表現でいろんな意味があるというのは周知の事実かと思いますが、このピックアップにもいろいろな意味があります。はい。ではここからはピックアップの他の意味もチェックします。はい。まず一つ目のピックアップは持ち上げる、ピックアップ、pick that up がね、持ち上げるという意味があります。それから、片付ける、拾うという意味もあります。pick up the trash, pick up your toys, もしくは pick the trash up, pick your toys up というふうに、拾うという意味もあるんですね。拾い上げるとかね。それから、迎えに行く、pick someone up, pick you up, pick me up、ね、これはよくネイティブが言っているのを聞いたことがあると思うんですが、迎えに行くという意味もあります。それから pick up some beer などというと買うとかね、おごるというような意味もあるんですね。それから電話に出る、 pick up the phone というと電話に出るという意味になります。これは実際にこう受話器を持ち上げる、受話器を取るというところから来ている表現なんですけども、まあ、最近はどちらかというとスマートフォン、スマホで電話出ることの方が多いので、まあ、受話器を取ってうんぬんというのはあまり考えつかないかもしれないんですが、 pick up the phone で電話に出るという意味になります。それから pick up、これの、ね、where we left off というふうに続けた場合は、何かを前に中断していたところから再開する、再び始めるという意味のピックアップの意味もあるんですね。はい。pick up where we left off、 これで中断したところからというような意味になります。で、
なんですけども、まあね、日本語ではピックアップは選ぶという意味で定着していると思うんですが、なぜね、日本語になった時に選ぶの意味になったのか、メグペ、考察してみました。はい。なんでピックアップが選ぶの意味になったのか。まあ、なんていうのかな。まあ、ピックアップには拾うとか拾い上げるというような意味がありますよね。なんで、まあそういったところから、まあ何かをこう拾い上げてるイメージから、こうだんだんとこうそこの中からこう取り上げるからの選び出す、選ぶ、まあそういう意味になったのかなと。はい。っていうのが、メグペのあくまで仮説です。はい。一応チャット GPT のね、情報も聞いてみたんですけども、選び出すという意味は、まあ、どちらかというとですね、選び出すという意味の英語の表現には、pick out というのがあるんですね。なので、ピックアップは選び出すという認識はネイティブの人にはないということなんですけども、ピックアップはもともと拾い上げる、持ち上げるが基本の意味ですが、そこから派生して身につける、手に入れる、車で迎えに行くなどの多様な意味を持つようになりました。で、しかしカジュアルな場面ではピックアップも特別なものや人を選び出すといった意味で使われることがあり、それが日本語に取り入れられてピックアップ、選ぶ、注目するという表現が定着したのだと思われるということなんですけどね。まあ、ネットでピックアップ検索ね、かけてみたところ、あんまピックアップ、英語でピックアップが選び出すという表現になっているという情報はあんまり見かけなかったので、まあこの辺は比較的、まあかなり稀なんじゃないかなというふうには思うんですけども、はい。まあそのね、言葉がそもそも持ってる、拾い上げる、持ち上げるあたりから徐々に、なんかそんな、感じ、そんな、まあ、あくまでね、感覚の話ですけども、はい。まあ、そういったようなことも考えられるんじゃないかなと、メグペは考察してみました。はい。ということで、今回はメグペが最近ですね、結構最近の話なんですけども、はい。実際の会話の中であんまり聞いたことがなかったなと思った、ピックアップをピックアップしてみました。はい。興味を持ってもらえれば嬉しいです。以上、メグペでした。またね。バイ。